はい、ダミさん、こんにちは、ゆうぽんです。はい、ダニです。本日はですね、はい、まあ、やってあのいろいろ公園来て撮影していくんですけど、いきなり感出るやん今日はね、ちょっと公園で撮影するんですけども、はい、まあ、今日はこれね、まあ、ちょっと前の動画で紹介しましたヒロトの畑芋の実、これが、まあ、めっちゃ晴れですね。それは何、ヒロトから借りてんの？ヒロトから借りてとか、まあ、ヒロトに、サツケの仕上げ頼まれてて扱っていて、まあ、前回の動画でやってるんですけど、ね、本日はちょっとこちらのミットせっかくなんでキャッチングしていこうと。でキャッチャー経験のあるダニさんを呼ばせていただいたんですけども、はい、まあ、こちらもキャッチングするんですけど、まあ、なんかただキャッチングするだけで面白くない。そうやな。なので、まあ、ちょうど家に畑芋のミットということでこれがあったんですよ。ユーポンが持ってる少年軟式鏡なんですけど、畑芋のミットがあるので、はい、こっちちっちゃくて浅くて横型、横型ので、こっちは大きくて深くて縦型、縦型のミット、全然違う、まあ、反対のミットなんで、ちょっと、まあ、ユーポンとダーニさんで、取ってみて、この2つの全然違うミット、どう違うのかっていうのを検証して、比べて検証してみたいなと思います。お願いします。じゃあ、行ってみましょう。ユーポンチャンネル。ユーポンチャンネル。はい、ということで、はい、やってまいりました。どうでしたかね。どう、まあやっぱ違うな。そうですね。うん、じゃあまずこっちのミットについてちょっと話していきましょう。まずこっち、まあ、こっちはですね、ユーポン的にはまあずっと使ってるのもあって、横型のミットね、横型のミット、まあこのミット自体もずっと使ってるのもあって、まあ取りやすいですし、何より、まあ、ユーポン自体がちょっとちっちゃめで浅いのが好きなんで、まあこっちが合うっていうのもあるんですけど、
多分ユーポンの取り方的にこう取る人なんで、こっちの方が合ってるのかなって。まあ、なんか横型の取り方やな。横型の方が合ってるのかなと思って、ハンドリングしやすいなと思います。あ、そう、俺もまあほぼ意見一緒やけど、ちっちゃいのと、あとまあハンドリングはやっぱ大事な。そうですね。ただその範囲的にはな、こっちと大きさが違うから、全然違いますよ。だからまあ取れる範囲は多少自分の体でカバーしなきゃ。そうですね。まあ俺もそっちの方が使いやすいって使いやすいかな。なるほど。慣れてんのかな。俺も横型やから。なるほど。はい。そしてこちらこっちのミットなんですけども、こっちはね、まあ普段使ってないのもあって縦型を。あとまあやっぱちょっとまだな、硬めがあるからな、まあ。中で遊ぶんですけども、でもこの有効的にはこっち側、右バッターのインコース側の縦型はコートじゃないですか。そうやな。ちょっとミットの形的にめちゃめちゃ取りやすいんですよ。そうやな。あの横型のミットってこう取らないで、肘をこう出してこう取らないで、ね、あ、まあ、こう取ったり、まあ、こう取れる人もするんですけど。そうやな、俺はこっちやけど基本的に多分体こっち持っててこうなんですよ。そうやな。なので多分それに比べたら、まあ、横着可能かなと。あとまあやっぱしっかりしてるよね。そうですね、まあ、あのボールに押し負けないっていうな。負けない。若干ミットも重めなんで。そうやな、重めやな。ハンドリングで言ったらこっちの方がな。そうですね。なんですけど、まあしっかり重みもあって力もあの入りやすいので、ガシッと強いボールにも負けないかなと思います。と、まあこんな感じで、比べてみましたが、皆さんね、まあ全然違うミットですけども、まあ機会があったら、そうですね。取り比べてもらったら、まああくまで自分たちの意見なので、そうそうそう。実際にやってもらって、あの全然そういう。多分な、知識的に合ってるか分からんけど、ちょっと感覚で言ってるだけやから、まあ、ぜひぜひその、ね、自分たちでも検証していただいて、まあ、例えば自分はこっちが好きとか、自分はこっちの方が合ってるとか、あったらぜひぜひコメントとかしていただけたら嬉しいでございます。お願いします。今後も、ね、こういった検証、まあ、ちょっと普段ね、なかなかできないような検証とかもできればやっていきたいなと思ってますので、何か参考になる企画とか、まあ、プレゼント企画含めて募集してますので、ぜひぜひ。でコメントをどんどんしてくれたら嬉しいでございます。それでは今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ、お疲れ様です。ありがとうございました。6月のプレゼント企画、まずこちらスーパーメンのアームスリーブ、こちらエアメンさんの許可をいただいて今回プレゼントに出させていただきます。続いてマクダビのリストガード、クボタスラッガーのリストバンド、これねリストガードはどれか1つ好きなの選んでリストバンドと一緒にセットで1名様にプレゼントいたします。続いて、マクダビのリストガード白と黒、水のプロのリストガード高階級対応モデル、これをねどれか2つ選んで抽選で1名様にプレゼント。そしてヒロトからハイゴールドの己極み内野手を抽選で1名様にプレゼントいたします。どれもね応募方法はチャンネル登録、何が欲しいかと面白い企画を1つコメントで提案してください。皆様の応募お待ちしております。